ああ、おったおった。おった。ほら、USJ 出発したんかな、もう。雨降ってるけど。いやー、なんか前も言ったけど、一人でおる空間って、まあ一日だけやったらものすごいストレスが抜けるな。わかるもん、ストレスが抜けてるんだ。まあこれが数日続いたら、またこう、寂しくなったりとかするんやろな。人間ないものねだりなんだよな、全部強欲。どんな状況では何しても結局ストレスかかるの。時間に縛られるのお前はザ・一人暮らしって感じだろ。ただ昨日久々に家で一人で寝とったからちょっと怖かったし、なんか静かすぎてテレビつけながら寝とったし、なんか静かすぎるから冷蔵庫の音とか時計の音とか全部聞こえる。なんかそれが怖っ、幽霊おるんちゃうとか勝手に思った。乾いてねー、パーカー2つ出てあかんねんて。俺は火いけるのか、外欲しいや。リオか、まあ、パーカーもずっと言えるの。一回来たら絶対洗濯機入れんねんな。ミフ。さっ。なんで？大丈夫。俺はいいよ。え？床のあの汚さってマジ精神的にやられる。もう俺もそうやけど靴下が全然合わん。どういう状態これ。変わった。新パパ。もう一発いかないもんな。
そうや。じいじいに掃除借り取ったんや。返しに行かな。怒られる。返しに行こう。皆さんおはようございます。今今日 USJ 行っておはずやのに雨行っとんかな。ちょっと連絡してみます。一回最近食べてる朝ごはん新パパ。あ、お疲れ様です。今5時37分、今ジムの仕事終わってジムの前に行ってます。子供たちは弟家族が今 USJ、 雨降ってるんですけどね、あの遊びに連れてってもらって8時半ぐらいかな、8時から8時半の間にあの電車でまた帰ってくるらしいので、迎えに行くためにちょっと今からジムに入ってちょうど8時前ぐらいに終わって待機しようと思ってます。C20 分です。今ジムが終わってなんか早く着くみたいで C29 分の電車、着く電車で帰ってくるみたいなんで迎えに行きます。感動の再会でしょう。感動するでしょう。あいつらもメイビー。はい、今到着しました。もう来ると思うんですよ。あいつらもね、普段はカメラの前やからちょっと俺のこと嫌いとかいじってるかもしれませんけど、ちょっとカメラを遠くからちょっとやって本当の親子の絆というのを見ていただけたら幸いでございます。ちょっと見とってください。来た、おるちゃん。あ、おった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 、あー、おったおったおった。帰ってきてる。リオは来た。リオ、どこ行った。行こう。行きましょう。